戦です。解説は西井俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エースの攻撃、どんな風に仕掛けていくんでしょうか。まずはドラゴンズの先発勝野が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。さあ、初球は何か。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。次が2球目。打った、高く上がった。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。ライトが追いかけますが、頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、ドラゴンズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。さあ、そのマウンド上の勝野、この状況にどう対応してくるか。二塁牽制、二塁セーフ。進塁打を警戒した配球になっていきます。ここは進塁打を狙ってもいいかもしれませんね。ああ、そうですか。追っつけて打ちました。さあ、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。1対0。序盤から先手を取られています。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。さあ、そしてバッターボックスにはマルテが入ります。さあ、なおもピンチが続きます。バッターボックスのマルテ、今シーズンの得点圏打率は2割9分4厘となっています。二塁はセーフ。極めます。キレがありますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。外へのスライダー、ここは見極めています。送球します。アウト、ワンアウトです。いい形でアウトが取れましたね。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。まずは変化球。際どい球、ボールになります。ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。タイミング合ってますね。はい、これが6球目。打ちました、痛烈。1、2塁間を破るホームに送球。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー3塁1塁。さあ、そして打席にはサンズが入っています。さあ、なおもピンチの場面。
どいコースをついてきました。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。インサイド打ちました。これはどうだ。二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。しかしこの回タイガース先に点を取りました。1対0タイガース先制です。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の西。さあドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは大島、昨日はマルチ安打を記録しています。さあタイガースはエースが登板ということになります。さあそのエースをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。インコース決まっています。何で来るか。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボールツーストライクです。追い込まれてるんで際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。スライダー外れます。バッターは2番に入っている京田。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、これが2球目。これは手が出ないか。さてバッターの強打、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、驚異的な走力で平凡なゴロも内野安打にしてしまうようなバッターですね。そうですか。引っ張った、取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターは大谷、ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。初球ボール。さあ2球目は何か。変化球が決まりました。膝元をつきましたが外れました。膝元インコース、ツーボールツーストライク追い込んでいます。平行カウント、3アウトチェンジ。反撃したいドラゴンズでしたがここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0、1点リードはタイガースです。2回になりますタイガースの攻撃。打席には6番バッター陽川。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。さてドラゴンズの先発は勝野。昨シーズンは1勝を挙げています。前回の登板は7イニング投げて自責点1、白星を挙げています。インコースを
としました。ボール先行です。打ちました。取りました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターは7番に入っている梅野。まずはワンアウトを取っています。初球空振りです。次が2球目。いいまっすぐですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボール2ストライク。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。これが4球目。釣り球でしたけど見極められましたね。振ってきません。外れています。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。センターライナー掴んで、これで2アウトです。バッターボックスは8番小畑。前回のゲームは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトになっています。バッター、これはどうか。1、2塁間を破る。これで5試合連続安打。2アウトランナー1塁。さあ1塁に追加点のランナーを許しています。そして打席にはピッチャーという場面です。まあ2アウトですし、ランナーに特に動きはないと思いますけどね。はい。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。1対0、タイガースが1点をリードしています。2回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。ビシエドが打席に入ります。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあそうですね、先頭打者が出塁すれば攻撃のバリエーションが増えますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ボールになります。ボールになります。さあ4球目は何か。アウトコース打ちました。佐藤、ツーアウトになりました。打順は6番阿部。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。チャンスで打ってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。高めのボール、このフライはどうだ、落ちるか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって1対0、タイガースが1点をリードしています。
3回に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。いやさっきのツーベースは見事でしたね。打ちました。サードゴロです。取った。アウト。ワンアウトです。2番バッター中野、先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。いやあのタイムリーは痛かったですよね、はい、今度は抑えないといけませんよね。うん、そうですね。まずはワンアウトを取っています。アウト。ここは送球が間に合っています。3番バッターマルテ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球は何から入ってくるか。初球陣伸びていく。どうだ、入れば貴重な突き刺さった。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。2対0になりました。いや早い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。この序盤戦さらにリードを奪われます。バッターボックス佐藤、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。うん、そうですね。ドラゴンズこの回追加点を許しています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。低めの変化球は決まりません。打ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ツーアウトランナー一塁。さあバッターはサンズ。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。ショート取った。一塁へ。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。2対0、タイガースのリード広がっています。3回の裏に入ります。7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターは木下。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ドラゴンズビハインドで迎える3回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。2球目は何で来るか。ボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。引っ張った。高く上がった。これはどうか。レフトが取りました。8番バッターレオ、昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。次はピッチャーの打順ですが、先発の勝野がバッターボックスです。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。初球ボール。これが2球目。外へのカーブ外れました。ボール先行です。極めましたね、はい、変化球わずかに外れてボール。ストライクが入りません。ここは1球見ました。
てよく選びました。フォアボールです。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。打順はトップに帰って大島、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。フォアボールのランナーが出ています。早いうちに追いついて勢いをつけたいですよね。なるほど、そうですね。まずは見送ります。ワンボール。さあ、2球目は何か。低めにズバッと決まりました。これが3球目。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ドラゴンズ2者残塁です。ため息に包まれた名古屋ドーム、3回終わって2対0。回は4回の表に入っています。タイガースの攻撃、打席には6番バッター陽川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズビハインドで迎える4回です。改めてお聞きしますが、バッターボックスの陽川はどういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはフルスイングが身上の強打のバッターですね。ああ、なるほど。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。打ちました。いい当たりだ。伸びていく。どうだ。入れば入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、逆方向への大きな当たりはフェンスを越えてしまいました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、右バッターだったんですが、ライトスタンドまで持っていかれました。試合中盤、徐々にリードを広げられています。打順は7番梅野。ドラゴンズこの回追加点を許しています。際どいコースに送ってストライク。アウトコース外れました。引っ張った。サード取った。一塁送球、アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番小畑。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ワンアウトランナーなし。ストレートが決まっています。147キロ。打ちました。これはどうだ。ヒットになった。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁には追加点のランナー、そしてバッターはピッチャーの西。ここは盗塁も警戒しておいた方がいいですね。はい、ここは確実に送っていきたい。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。バントしました。高橋、一塁送球、アウト、ツーアウト。送りバント成功です。ツーアウトランナー二塁。さあ、ドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。こういうところでの無駄な失点はしたくないですからね。集中していきたいですよ。そうですよね。
さあそのマウンド上の勝野、どういったピッチングを見せるのか。ファウルになります。ワンボールワンストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。4対0ドラゴンズ、なおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。点が入りました。リードを広げられています。さあそして打席には中野入っています。さあピンチは続いています。初球空振りです。次が2球目、痛烈、これはどうか。一二塁間を破る、バックホームする。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。ここは踏ん張らないといけませんね。さあこの場面でバッターボックスには3番のマルテが入っています。打ちました。強打、一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。4対0タイガースのリード広がっています。赤星さん、相手エースの立ち上がり、味方打線が0点に抑えられてますね。そうですね、まあここからじゃないですかね。とにかくチャンスを作って、まずは得点。初球打ち、これはセンターへ抜ける。先頭バッター出ました。ドラゴンズノーアウトランナー一塁です。バッターは4番ビシエド。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。初球から走ってくるケースは多いんですけどね。ここはランナーは気をつけないといけませんよね。ピッチャー牽制がうまいですからね。ああそうですね。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、まあバッターのために早めに走った方がいいというのはありますけど、まだ分かりませんよね。ただここは打席にいいバッターがいるんで。空振り三振、ワンアウトです。バッターボックス高橋、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。一塁牽制セーフ、一塁牽制、一塁はセーフ。さあまず1球目、アウトコースボール、ここも牽制セーフ。牽制を入れます。一塁はセーフ。2球目は何で来るか、ここは外します。ツーボール、やはりランナーを警戒したでしょうか。そうですね、まあこうしてカウントが悪くなっているのもね、ランナーの力も大きいですよね。さあ3球目は何か、走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。セーフ、一塁牽制、一塁はセーフ。低め、落ちるボール決まりました。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、そうですか。打ちました。中野セカンド送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。
4回終わって4対0タイガースがリードしています。タイガースの攻撃、打席には4番バッター佐藤。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バッターを乗せるわけにはいきませんからね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ドラゴンズビハインドで迎える5回です。釣り玉でしたけど見極められましたね。はい、高めストレート外れてボール。次が4球目。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウトです。バッターは5番サンズ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。インサイド外れます。決めました。次が3球目。外に逃げていくボール、よく見ています。いい当たり、これはどうか。三遊間抜ける、一気にレフトへ。サンズヒットが出ました。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は6番陽川。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思ったより伸びていきましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。変化球が低めに外れます。打ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには7番梅野。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。打ちました、痛烈、三遊間抜ける、二塁はセーフ。これで4試合連続安打。2アウト二塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。点差を広げられるとさらに厳しくなりますから、ここは絶対に抑えたいですよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の田島、このピンチをどう切り抜けてくるのか。外、打ちました、ヒットになった。ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞。2アウト満塁です。さあ打席には先発の西が入っています。勝ち星もかかってますから当然続投でしょうね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。これではバットが出ません。ストライクです。外の低め見極めます。いいストレートですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。うちのボール打っていった、落ちた、ヒットになる。二塁ランナー三塁も回った、三塁へ送球する。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガース追加点を挙げました。6対0になりました。ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチ。打順は1番に返ります。バッター近本。まあドラゴンズとしてはここをしっかり抑え切って流れを引き寄せたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。内へのスライダーはボールになります。3球目は何で来るか。打ちました、高く上がった。この打球は落ちるか、どうだ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。6対0タイガースのリード広がっています。5回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには6番阿部。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってもおかしくないような当たりでしたよね。タイミングは
取れてるんで期待していいと思います、はい。変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。打順はトップに返って大島、先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、期待しましょう。西、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちに決まりました。切れてスタンドへ入りそうだ。入れました、ファールボールです。ボールになります。アウトロー外れます。スリーボールツーストライク。ここはもちろん際どいところも打っていかなければいけませんが、ボール球には手を出さないように気をつけたいですね。外れてフォアボール、ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。追い込まれてからよくやりましたね。そうですよね。一塁牽制セーフ。に決まります。ストライクです。低め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライクです。アウトロー見送ってボール。さあ勝負してくるのか。大きく枠を外してきます。3番大谷、まあ、この回あたり一気に点が取れればまだまだ試合を分からなくなりますよ。さあインサイド打ちました、取った、二塁送球アウト、一塁はセーフ、ゲッツーは取れません。いいプレーに阻まれてしまいました。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ、まあ、文句ないプレーですね。一塁牽制、一塁はセーフ。まずは見送ります。ワンボール。バッターのビシエド、今シーズン得点圏での打率は3割4分2厘となっています。いい数字ですね。勝負強い4番バッターですよね、ここも勝負強さを発揮してくれると思いますね。ああそうですか。決まってますよね、はい、変化球が決まっています。打った、
レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達、1点返しましたドラゴンズ、フェンス直撃のタイムリーヒット、6対1になりました、ドラゴンズ5点差になりました。打席には5番バッター高橋、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。さすがに長打を警戒して丁寧に投げてきます。アウトコース、これは見送ってボールです。インコースを厳しく攻めます。低め空振り、さあバッター追い込まれています。ホームに帰って2点を入れています。6番バッター阿部、ドラゴンズ点差を縮めてきました。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。この調子で追い上げていきたいですよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。2球目打ちました、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これで3連打、ツーアウトランナー三塁二塁。7番バッター木下、ドラゴンズこの回3点を返しています。さあ3点を追いかけ、なおも点差を縮めていこうかというところ、ここまで非常に打線がつながっています。さあ2球目は何か、切れてますよね。アウトローの変化球、キレがあります。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。6回終了、6対3、ドラゴンズが追い上げを見せています。まあ、ここは盗塁でもいいですよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。
ここは中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。こういうクイックが上手いピッチャーっていうのがランナーとしては一番走りにくいんですよね。なるほど、そうですね。初球から積極的に行くバッターなんで、ファーストストライクから振ってくるんじゃないですかね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。バッターボックスの大島、今シーズンの得点圏打率は2割6分1厘となっています。まあ打順から考えると悪くない数字だと思いますね。ここもやってくれそうな予感はありますよね。はい、期待しましょう。これが3球目、抜群のところに決まりました。ワンボールツーストライクです。うちのボール打った、ワンバウンドヒットになりました。ライト前ヒット、これで2試合連続のマルチヒット。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。タイガース、ここでピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは小野。さあそしてバッターボックスには京田が入ります。さあなおもチャンスで満塁の局面。攻撃がいい流れになりつつあるんで、しっかりつないでいけばまだまだいけますよね。なるほど、そうですよね。次が2球目、落としてきましたがこれは外れます。いや、ここで押し出しするようなことがあると流れが向こうに傾くでしょうね。さあ3球目は何か、右中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードランナーを蹴った、サードランナーホームイン、ボールは中継、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズ2点返しました。6対5になりました。なおも三塁二塁のチャンス。いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を縮めます。まあこのままでは終わりたくないですからね。これで1点差に迫りました。バッターボックス大谷、ドラゴンズこの回2点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打逆転のチャンスです。まあ非常に打線がつながっていますから、ここもつないでいってほしいですね。は何で来るか、低め見ました、ボールです。ストレート打った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。繋がらなかったですね。まあ、まだチャンスは続いていますので、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあそしてこのチャンスで打席には4番のビシエドが入っています。まあここはクリーンアップですから、最低でも犠牲フライという感じでしょうね。はい、さあクリーンアップらしいバッティングができるんでしょうか。赤星さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんでしょうか。打ち方というよりも空振り三振、ランナー返すことができませんでした。同点、逆転のチャンスでしたが、しかしここは三振、ランナーは変わらず三塁二塁です。タイガース、ここでピッチャーが変わります。一打逆転の場面でマウンドに上がったのは岩佐だ。さあそして打席には高橋が入っています。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今度こそ逆転まで持っていきたいところですね。なるほど、そうですね。ですよね、アウトコースのストレート、力があります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。次が
3球目外の低め見極めます。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。7回終わって6対5、ドラゴンズが1点差まで追い上げました。そしてバッターボックスには佐藤入ります。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まず大きく外れてボールになりました。これが2球目。キレがありますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。3球目は何で来るか。これが4球目。捉えました。見事なホームランです。そうですね、もちろん警戒はしていたんですけれども、ここでホームランを打たれ点差を広げられます。終盤で大きな追加点を奪われました。サンズ、ここのところ5試合で打率は2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。そうですね、状態自体は悪くないと言ってましたから、先ほどのヒットをきっかけにまた上がってくるはずですよ。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。いいコースでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース、ツーランホームランで得点を追加しています。8対5、タイガースのリード広がっています。8回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。背番号13、岩崎が4番手としてコールされています。7回から登板の内島がそのままバッターボックスに入ります。ここは代打を出して攻めないといけない状況だと思いますけどね。そうですね。8回の裏、ドラゴンズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の武田。草西さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。これが1球目。アウトコース見送っています。はい、変化球空振りでストライク。打った左中間に強い打球、この当たりはどうか。センター左のヒット、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。
木下が入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。この場面でどこまで詰めていけるか重要なんで、しっかりとランナーを生かしてほしいですね。なるほど、そうですよね。ストレートを狙ってたんでしょうかね。バッターボックスには8番の根尾が入っています。まずはボールから入りました。ボールになります。ボール先行です。起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。インサイド決まっています。打ちました。打球は右中間へ。ここはフライになっています。佐藤掴んで3アウトです。しかしこの回ドラゴンズ点差を縮めていきます。8回終わって8-6、ドラゴンズが追い上げています。厳しいものはありますけど、まずは先頭打者がいかに出塁するかですよね。そうですね。さあ注目の打席です。打ちました。サード取った。アウト。微妙なタイミングではありますが一塁アウトです。バッターボックスは2番京田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神スアレスがドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。いいピッチャーですから、ある程度狙い球を絞っていった方がいいでしょうね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。打ちました。ショートうまくさばいて2アウトになりました。バッターは3番大谷。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。
いいところだったんで打ちたかったですけどね、まあ切り替えてここで結果を出したいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。塁に出るとまだ試合は分かりません。まあまだこの点差なら分かりませんからね、とにかくつなぐことに集中したいですね。はい、さあつなげるか。打ちました。ショート取った。これで3アウト。試合終了になりました。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、相手エースを見事途中崩したんですが、残念ながら白星につながることはできませんでした。いかがですか。まあ打線もね頑張りましたけどもね、まあ最後もう一息でしたね。選手たちも悔しいでしょうね。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。